することイコールこう僕はもう作品を作ることって決めてるので、もうそれは一体のものとして、まあ、どんな瞬間でもこう何か引っかかるようなものを探してるっていうか、そういう目線でなんか過ごすようにしてます。散歩とかで見かける植物をテーマにしたいなっていうのはずっとあって、まあ、そういう作品を描き続けてはいたんですけども、一番よく見ているものが一番上手に描けるように思ってて、常にこう一番身近にあっていつでもどこでも見に行けるとか触れるとか、聞けるとか、そういうものを題材にするようにして、水彩絵の具だと割と発色がいいっていうのと、実際に自分の目で見てる見え方に近いんだと思うんですよ。葉っぱってい う, こう形がある中に、その中にいっぱいいろんな色の粒子があって、水とこう絵の具の粒がこう微妙に混ざり合った感じとすごく似てるような気がして、とてもなんか自然に使ってましたね。含ませる水の量とか、その日の湿度、絵の具の乾燥の速さとかで日によってなんかどうなるか分かんないところもあって、そういうのが面白かったりするっていうのもありますね。僕の絵って多分その空間を支配するような絵じゃなくて、どっか目の端に入ってたり、なんか他の建具とかなんかオブジェとかと一緒に並んでこうハーモニーを奏でるようなものでありたいと思ってるので、視界に入っていることで何かのこう気持ちに作用するとか、日々のこう生活のメリハリになるとか、そういうものになるといいなと思ってます。